井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ今回は役割分担シリーズセレッソ大阪編でございます。いい加減にしてください。大好きなんですよ私このコーナー。ありがとうございます。すっと理解できますしね。ありがとうございます。この後の J リーグもこう見やすくなりますからね。いやもうシート1枚ではなりますからね。いやそうです。そんな長くないですから皆さんね。ちょっとそうなんです。おトイレしながらでも行けますからね。いや、そう、お風呂の部屋がさっとね。そういうことでございます。そこお願いしますよ、先生。よろしくお願いします。今年のセレッソ大阪序盤戦から見ると、こんな感じの役割分担でございます。はい。先生の見立てこちら。はい。ちょうど我々これ、近J の試合が終わった日の夜に撮って、そうなんですよ、ね。夜中にね、日付変わるぐらいのところで収録しております。90分しっかり見ておりましたけれども。はい。はい。うん。それでですね、はい、今、セレッソ大阪さんは、他の、チームたちよりかは、1試合ちょっと多いんですけど、はい、8試合終わっていて、今20チーム中3位の成績でございます。いいですね。勝ち点は、16、1試合平均 2.00 なんで優勝クラスにいます。あ、そうか。うん。例年であればってことですよね。そうなんです、そうなんです。で、得点が14、失点が8なので、なんかね、実は最近、セレッソさん、失点ずっとなくて、3試合ぐらい。うん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 、だ最初失点多いんじゃないって言われてたんですが、うん一試合平均の失点今 1.00 なんですよ。素晴らしい。素晴らしい。だからディフェンスもできてて、得点もガンガンいける。はい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 。そんなチームになっている。安定してますね。そうなんでございます。うん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 、じゃあ、このチーム一体どんなことやってるのかと言われたらなんですが、うん、どういうふうに見たら楽しいのかってことですね。そうですね。うん、まず、この、ね、セレッソをさ攻撃的なところから見ていくと、はい、まずはキム・ジンヒョンオア、セコ・アユムというこの二人からのロングボールね。なるほど、うん。ビルドアップからのギューンと前線に。アユムさんはアルゼンチン戦でも決めてましたもんね、フィード。そうなんですよ。アシスト、林選手ね。あとは J1 でもほぼ一緒のゴールを、うん、なんか柏戦かなんかでやってるんですよ。セコ・アユム選手からみたいな感じで。あったりするんですよ。鉄板の技なんだよ、それね。そうなんですよ。うんうん、ただ瀬古選手はそれだけじゃなくて実はねデュエリストってのがあって、なるほど、デュエルも相当強いですよと。いやお若いのにね、昔からメンタル鬼強なので、いやインタビューも堂々としてない、ね、代表の後のもね、そうなんですよ、こりゃ任せられるなって思いましたよおじさん、うん、海外のどんなもうスタープレイヤー相手でも何じゃ悪いみたいな感じでいけるのが瀬古歩夢選手なので、素晴らしいね、素晴らしいね、あとその世界っていうことを言えば、実はキム・ジンヒョン選手も実は世界クラスの実はデータ1個あるんですよ、はいはい、世界レベルですよ、うん、ね2年連続かなんかで、うん、年間のこのセーブ率、うん、80% ってものを超えたのが、うん、このキム・ジンヒョンさんと、うん、あとねアトレチコマドリードのヤン・オブラク選手ぐらいしかいないんですよ、超有名じゃないですか。そうなんです。セーブ率ってのはあれでしょ、枠内シュートを弾き出した割合ってことでしょ。そうそうそう、すごいじゃないですかジンヒョン。そんなすごい選手をセレッソ様だからもう抱えてるって感じですから、まあディフェンダーも限定できてるってことだよね、要はね。そうなんですコースをね、そうチームメイトと一緒にこれできてるってところがありますので、なるほど、それやっぱすごいよね。へえ、それだけじゃなくて、やっぱサイドバックのお二人、はい、マスダリク選手はね、うん、もうおみ、もう右からクロス出して大久保さんにっていうルートがかね、はい、で出来上がってるし、うんうん、マルハスターはセットプレー、クロス、いろんなことできます、ね。はい、そうだね。うん、そうなんです、そしてあとはボランチのお二人からしたら、もう奥野さんも驚異的な運動量にシュートもあって、うん。そうですね、はい。決めてました、金曜日も決めてましたもん、決めてたからね。うん。で、原川さんもフリーキックだったりとか、展開力があったりとか。うんうんうん、で前線見ていっても坂本さん右はカットインできる、今ちょっとお怪我で離れてますけど、カットインからのアシストがあってあるし、ね、シュートもあるからね、そうなのよ、うん、で左側の清武さんももう何でもできるじゃないですか、ご存知ご存知、これはね皆さんご存知、うん、はい、ここまではなんとなくわかるんです、うんうん、皆さんもあそうなんだとまず思っていていただければいいんですけど、はいはいはい、難しいの実は前線2人なんですよ、ほう、何がすごいのさって、なんで大久保さんあんなに点取れんのさって話、はいはいはい、これすごいんですよ。はい。ダゾーンだと見えるかどうかわからない位置にいます。いわゆる画面の端っこの方でセンターバックと、はい、俺行くよ、行かないよ、みたいな駆け引きをずっと続けてるんですね。バイタルにまだカメラが行く前から仕事してるってことですね。そうなんです。はい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 。それこの前線の大久保さん、豊川さんやってくる。やっぱり二人とも海外経験やられる二人ですから。なるほどね。確かに視線を外す、急な入り込み、ああ、真骨頂な感じますね、大久保さんね。ワンタッチゴール的なところね。そうなんですよ。これ、豊川さんのチェイスわかるんですけど、奇跡的な時間って何ですか、これ。
これセレッソサポの方にちょっとわからない方もいらっしゃると思う、ちょっと伝えておきたくて言うんですが、豊川さんはオイペンの伝説って呼ばれてる方なんですね。はいはいはい。以前彼はベルギーのオイペンというところからこのセレッソに、まあ、来ましたと。はいはいはい。ファジアーノ岡山からね、彼は行きましたけど、海外に、そのオイペンに。うんうん、で、オイペンがある年、残留争い。もうこの試合負けちゃったらダメだ。しかも、うん、勝つにしても、4-0 じゃなかったら、ダメだって試合があったんです。最終戦。はぁ。3得点1アシスト、豊川優太。え、で、残したんでしたっけ？残留。いやー、伝説ですね。そうなんですよ。もうその試合終わった後にも、オイペンサポーターのツイッターでは、はあ、豊川の銅像を今すぐ建てろーなんて。いや、そうだよね。豊川通り行ったんじゃないの、オイペン駅前は。いや、かもしれないぐらい。当時の監督確かマケレレね。マケレレ。マケレレに習ってたのが豊川さん。はぁ、すげえ。すごいね。こんなメンバーがいますよって。だからもう、中盤、奥野さん、まずはフォワードの2人がもプレスかけたりだとかして、うん、まずは選択肢絞り、原川さん、奥野さんあたりでもガンガンいろいろやって、さらに選択肢絞った上で、瀬古さん、西尾さんで止めて、そのカウンターは、もうサイドバックの丸橋さん、松田さん、坂本さん、清武さんでガンでいってもらうか。もしくはもう相手のね、フォワードたちがガンガンとこう、自陣にこう来るようだったら、キム・ジンヒョンさんか、瀬古さんのロングボールで豊川選手とか、奥保選手に、あとは、つないで、それでゴールを決めてもらおうっていう、そんなチームが、セレッソ。なるほどね。あ、いや、よくわかりました。なるほどね。っていう形になっております。はい、わかりやすい。これでもうこれからの試合も、シンプルに見ることができます。そうですね。あとはここから、ちょっと坂本さん、はい、花川さんがちょっとお怪我してしまったので、うん、もちろん藤田選手とか西川潤選手とか、いわゆる控えのメンバーもだんだん、ね、西川潤選手、はい。ますから、そのあたりやったらまたね、これもちょっとアップデートしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということでお送りしてきました。役割分担。ね、わかりやすかったです。先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また始まったばかりのこれね、J1 でございますから、これをね、参考に、またどうなっていくかということでございますね、先生ね。はい。はい、というわけで、チャンネル登録いろいろやってますんでね、お願いいたします。お願いします。あとはね、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。お願いします。ということで、井上麻でございました。ノーミルク佐藤でした。皆さん、先生、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、J リーグ楽しんで参りましょう。どうもどうも。